リチャード・エドランドはアメリカ合衆国の特殊効果スタッフで映画プロデューサー。ロバート・エーブルアソシエーツ出身でインダストリアル・ライトマジックの創設メンバーでもあり、1980年代の SFX シーンを担ったキーパーソンの一人。映像センスのみならず、優れた映像を得るための技術にも通じ、 自らハードウェア開発にあたる点が他の視覚効果監督や映像作家と異なる点である。日本に滞在していたことがあり、イルム時代から日本人の訪問者と日本語でやりとりして周囲を驚かせたエピソードも伝えられている。日本のテレビ番組、CM にも複数出演している。ノースダコタ州ファーゴで生まれる。幼い頃からカメラを手にフォトジャーナリストを目指していた。 エドランドは、高校卒業後に海軍に入隊し、海軍写真学校を卒業した。写真班の一員として、厚木基地に滞在し、日本語を勉強する一方文化や文学にも触れ、山和市の映画館で、小津康二郎、黒沢明らの監督作品を見て映画作りを、志す。またつぶらや英二の作品からも強い影響を受けた。帰国後、 南カリフォルニア大学の映画学科に入り優秀な成績を収め、テレビ映画で視覚効果を制作していたジョー・ウェストハイマーのプロダクションに入り、機材の制作、撮影、タイトルデザインなどもこなしたが、4年働いて退職した。この時期の作品には、宇宙大作戦やミステリーゾーンが含まれる。その後、ドキュメンタリー、アニメーションや CM、ロックキャメラマンとして、 プロモーションフィルムを制作、実験映画の研究も行いつつ観光ガイド、レコードジャケットのデザインといった職を転々とし、1974年にロバート・エイブルの RA&A に入社する。より進んだモーションコントロールの撮影技術を駆使し、CM 制作に携わるが、1年ほどでジョン・ダイクストラに出会ったことが転機となった。ダグラストランブルの下で、 視覚効果制作を行っていたダイクストラから USC 出身のジョージ・ルーカスとゲイリー・カーツが新しい SF 映画を作ろうとしているという話を聞く。規制の特撮スタジオに技術では求められるイメージの映像化が困難で新しい撮影技術や機材を開発する必要があるというプロジェクトだったが、エドランドはこの企画に参加するため RA&A を離れ、 新作の資格効果部門に参加することになった。集められた人材のほとんどが20歳代で10代の人材も混じっていた中、写真マニアで撮影機材の組み立てもお手のものだったエドランドはバンライスの倉庫をスタジオに改造し、ファーストキャメラマンとして撮影に当たる一方、撮影機材の調達と整備もいった。 当時モーションコントロールカメラの技術はあと一歩でコンピュータコントロールのものが開発できるところまで来ていたが実現させる資金を得るためには CM や実験映画ではなく劇映画のような大型の企画が必要だったのであるダイクストラは自らの名を冠したダイクストラフレックスを開発して一歩先んじることになった公開されたこのスターウォーズは大ヒットし 視覚効果もそれまでにない質の高さが評価され、エドランドはアカデミー視覚効果賞をダイクストラらと共に受賞した。しかし、視覚効果スタッフはスターウォーズ制作終了で一旦解散し、エドランドはマニトーのメカニカル効果、チャイナシンドロームのミニチュア撮影を担当。また、ダイクストラと共にテレビシリーズ、宇宙空母ギャラクティカの視覚効果制作に参加した。 この作品は、エミー賞資格効果部門で受賞を果たした。2年後ルーカスが、スター・ウォーズの続編、帝国の逆襲を制作することになり、アポジー社を立ち上げた、ダイクストラ以外のスタッフが再結集した。氷の惑星で白を背景色とした空中戦という光学合成にとって困難なイメージを、エドランドは見事にのにし、2つ目のオスカーを手にした。 次に取り組んだのはルーカスがスティーブン・スピルバーグと組んで制作する冒険活劇、レーダース、失われたアーク、世紀である。強いインパクトのある映像をいくつも送り出し、3つ目のオスカーを得た。ここまでですでに、エドランドはビスタビジョン用の新しいオプティカルプリンターや超高速度撮影カメラの設計開発にも携わっている。 合成用の 35mm フィルム開発さえ行っている。ダイクストラフレックスを発展させた大型クレーン付きロボットカメラエンパイアカメラシステムと新しいオプティカルプリンターの設計によって1981年度アカデミー賞の科学技術賞を2つ受賞した。次の作品はスピルバーグがプロデュースしたポルターガイストで幽霊のモデルを水中で動かしたり、 家の模型を真空ポンプで吸い込むという方法で斬新な映像を送り出した。イルム最後の作品となったジェダイの復讐では一つのシーンに焼き込まれる素材が300もある。それまでで最も複雑なシーンもあったが、イルムのケン・ローストン、デニス・ミューレンと並んで4つ目のオスカーを獲得した。CM 制作会社で一緒だったミニチュアやクリーチャー、制作出身のローストン、 ミニチュア撮影からスタートして持ち撮影の感覚も大切にして長くいるむ作品を手掛けたミューレインに対し、エドランドの方向性はあるいはハードウェア変調と見られるかもしれない。2001年宇宙の旅以来、スター・ウォーズやエイリアンといった宇宙を舞台にした作品で真っ先に依頼を受ける存在となっていたダグラ・ストランブルに自分のプロダクションエンターテイメントエフェクツグループを任せたいと言われエドランドは イルムを退社。イーグのスタッフ、機材で1984年にゴーストバスターズと2010年を手がける。2作品は揃って同年度のアカデミー資格効果賞にノミネートされた。2010年には CG で作られた木製が登場する。それまでにないリアルさで劇的な表情の変化も見せるが、当時は CG のハード、ソフトの性能が低く、ボスフィルムは その設備を持たず、外虫で CG プロダクションに木製を CG で描いたショットをオプチカル合成した。トランブルは1970年代にパラマウントと契約してフューチャーゼネラルコーポレーションを立ち上げていたが、スターウォーズの依頼は断り、スピルバーグの未知との遭遇の視覚効果を人員設備とも大幅に増強して制作した。スタートレックの視覚効果を ロバート・エーブルに代わって担当した後、パラマウントと契約を解消して、イーグとして独立。同社は、機材、規模、クオリティの点でイルムと並ぶ、大手資格効果制作会社となっていた。ブレードランナー、ブレインストームの後、バーチャルリアリティに応用可能な、小スキャン映像制作のため、劇映画の資格効果は、エドランドに委ねることにしたようだ。1八十五年には、 ホラー映画が2作品。第1作目も手掛けたポルターガイストの続編とフライトナイトに取り組んだ。画質と経済性、フィルム選択の自由度を勘案してビスタビジョンを採用したイルムと異なり、イーグの機材はトランブルの画質最優先の方針により 65mm 用であった。65mm フィルム用にエドランドは新しいオプティカルプリンター、ザップを 設計開発し、1986年度のアカデミー、科学技術賞を得た。この年、イーグはボスフィルムに改名し、ゲーム制作部門、ボスゲームコーポレーションで、新ビジネスにも乗り出した。1988年の、ダイハードはほとんど視覚効果が全面に出ない作品だが、この作品でも超小型6 5ト、mm、ルカメラを開発して、 視覚効果制作が行われた。1989年には、往年の名作、イントレランスのリバイバル上映にあたり、新たなオープニング映像を制作した。しかし80年代を通じて古巣であるイルムは、CGI の劇映画応用とソフトウェア開発を着実に進めており、倒産した RA&A のスタッフが、 複数の新会社を立ち上げるなど、CG スタジオも競争が激しく、BFC が規模の大きなデジタル資格効果を任されることもなく、次第にアディショナルビジュアルエフェクツのクレジットも見られるようになる。1990年にジャパンマネーで制作された、クライシス2050でプロデューサーを務めるものの、同作は工業的に失敗。スピーシーズ種の起源で、モーションキャプチャーとジル、 クローンズでマイケル・キートンを大量にコピーするなどようやくデジタル VFX が見られるようになったがエアフォース1絶対絶命に参加した後1998年に BFC は倒産したダイクストラが率いたアポジー社も80年代末に倒産エドランドにイーグを委ねたトランブルが起こしたショースキャンエンターテインメント社もテーマパークの アトラクション映像を作っていたが映像のリアリティこそ優れていたものの決定的な成功には恵まれず2000年に倒産した。その後、エドランドはエミー賞資格効果部門ノミネートとなったテレビシリーズエンジェルズ・インはアメリカをはじめいくつもの作品に資格効果スーパーバイザーとして招かれ悪いことしましよ。では資格効果監修のほか第2班監督も務めた。 ステップフォードワイフでは、イルム出身のフィルティペットのスタジオに招かれ同社の視覚効果を監修した。2007年には長年にわたる技術開発と水準を向上させた功績が認められ、ジョン・エイ・ボナーメダルをアカデミー協会から授与された。視覚効果を監修した、ウィレム・デ・フォー・セブン、ビギンズ・彩られた料記と、チャーリー・ウィルソンズ・ウォーも公開される。ありがとうございます。